さもんださん、おたてさまさん、ありがとう。手探りしてる光景はいつもと同じ。そんな時に限ってなるの、ソファーのあたりで携帯が、それより君は気になってる。あきらさん、心のオアシスありがとうございます。もう僕は呆れなくなったよ。ヒストリコミ中の君は止めれない。誰よりも正直に生きて、タイガーさんありがとう。泣かせて背中のジーパー、僕が下ろしてあげるよ。裸の君よ、裸の君は僕のもの。ハートのジーパー、君に言われてあげたり下げたりしよう。テルレルテンテルテン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 。光る壁のミラーに映ってる君と僕のエブリデイ。確かにセクシーな君だけど、もっと確かにセクシーな君だけど、もっともっとリアルだ、リアルだ、ダメダメな君も好きだ。テテテテテテ。ありがとう皆さん。走る長距離目指すニューヨークシティ。窓の空の向こうに何が待っているだろう。ありがとうございます。夢の踊り子が生まれた街を飛び出すように、都会に憧れた。でドゥ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 。電脳までその手伸ばして掴もうとしているものは、ブロードウェイのステージのスポットライト。どれだけの絶望と涙を引き換えにするつもりか。神様、彼女に効果を。ありがとう。ちょっと待ってて。
しょ、伸びてきた。私の歌声聞きながら課題、あ、朝だからなんかしっとり系じゃないやつがいいな。総選挙グッズのタオル公演の時使っていいかな、いいと思います。かあのぜひ皆さんもお買い求めください。リニアさん、愛さん、ありがとう。世界中で一番綺麗な、宝石をあげる、だからちょっと、え、今5位ですか？嘘、本当？今5位、私、嘘、本当？ほんまに？本当？違う？どっち？だからちょっと目を閉じてなんていたずら、僕言われた。タンタンタタン、王子さん、ありがとう。寝たらポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう、僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ、動けないよ12秒。なんか最後の日くらい1時間ごとに更新してくれたらいいのに、そっちの方がみんなね、ドキドキハラハラ、なんかしないで済むわけじゃないけど、なんか頑張ろうってなるじゃない。外から薄め開けてみた、君と目が合った。平均的キスの時間ってどれくらいなんだろう、ロマンティックすぎてこの先がわからない、という顔して何を話す、友達には戻れない、
小木パンさんありがとう。トロちゃんがギリギリ嘘嘘。今日から僕が大切にしよう。できるならこのままで。潮風に吹かれながら。君は一人。ひでにゃんさん、モーセさん、ありがとうございます。ねえ、注意がわからないものがしそう。それな、なんかね、とかあったかな、あった。5位の方が今日ね9時半までらしくて、私は10時15分までできるから、そこで9時半と10時15分45分の差でどうだろう。45分の差ね。巻き返したいですね。無理かしら。いや、無理なんて言葉はないさ。昼配信やられたらね。おはよう、ありがとう。 Thank you。 情報戦。おはよう。そろそろ行ってきます。ありがとう。意識マシンさん、たつきさん、ありがとう。ちょっと配信してもいいですかって言いたいよ。言いたいけれど頑張る。言いたいけれどもですよ。ショールーム、の、
よう。無理ですね。そんな私にはできない。高度な技術は掛け合ってみます。絶対やりたい。お腹痛いな、ちょっと寒くなってきたからかしらね。最後一日頑張って、ありがとう。ありがとうございます。Okay. コンタクトレンズつけていたんだね。どうでもいいけど、ごめん。同じシャープペン使っているんだ。ところで彼女はいるのかしら。だってだって、あゆれりん、あゆれりな。たてさまさん、ありがとう。5時間とかにありがとう。みんな英語になっていく。だんだん好きになってく。気持ちが愛を育てる。もっとあなたの、もっとあなたのことを知りたい。ワクワク。ちょうど気まぐれかもね。あー、エビバリエイエイハー、エビバリエイエイハー、エビバリエイエイ。明日配信するの。私は毎日配信してるから、これからも続きます。一瞬だけの友達も言える。おはよう。出会いの中で、あ、総選挙でできないのかな。できないんですか。みんな転校生になってみたいと思ったことある？ある。
おはようございます。なんか何にでも憧れる時ってあるじゃないですか、人生において。 なんか小学校何年生かぐらいはさ、何でもいいないいなっていうさ時だった。みんないいないいなって感じになる、あれもしたいこれもしたいっていう感じになる時ってさあるじゃないですか。それだった時にめっちゃ転校生になってみたかった。途中今日は転校生を連れてきたぞって先生が言って、私が出てきて「今村美月です」って言ってみたかった。なかったけどね。いや、明日配信できないんですか？本当？去年まで来たのに。押し席期待しない方がいい。わかんないんですよね、押し席。どうなんだろう。でも押し席に座ってくれてるだけで嬉しい。なんか行けるとか行けないとか何もわかんないんだけど、嬉しいです。だって300何人の中から私一人を選んでくれて、その席に座ってくれるなんて、すごいよね。そう、黒板に名前書きたい。 そう、注目されたがりやけんな。 ありがとう。同じシャープペン使っているんだ。ところで彼女はいるのかしら。だってだって、あ、揺れてた。どんな好きになってく。ありがとう。押し席の近いエリアに来る機会はあると思う。そうなのかな。まあそうないとね、おかしいって言ってもあれだけど、ないとなんでその席なんだろうってなりますよね。あるからにはなんかありそうだなって思ったけど、明日は用意してばいいと。おお、頑張れ。ちょっちここでいたっけ。サッカー推しですが、星投げと監督して言えます。ありがとうございます。優しい。詐欺。 詐欺。ありがとう。急に眠気きたなんて、こんな頑張ってるおしめの前では言えない。大丈夫、私もよく寝ちゃうから。私もクッションある。どうなんですかね。全然わかんない。ありがとう。 朝ごはん、私も朝ごはん食べよう。少し寝ます。ありがとう。クッションあったら毎日顔をうずくめてしまう。
絶対来てくれるでしょ。来てね。クッションって前去年神の手さんで取れたんですっけ。ありがとう、嬉しいです。クリームパンまだ食べた、あと2個残ってます。人をダメにするクッション欲しい。わかる、人をダメにするクッションめっちゃ欲しかった。流行りましたよね。おはよう。それってどれだろう。面白い。クッションなんかなくても俺はダメになれた。布団が私をダメにする。私は、布団と携帯かな。布団は話してくれないし、携帯は携帯は時間取られるからね。ゲームとかしちゃうし、携帯で。最後の1個。明日クリームパンの最後の1個、明日私の推し席の方にプレゼントしようかな。ステージ上からちょっとサインボールみたいにこうやってポンって、冬のこたつはやばい。確かにいいよね。冬のこたつはダメすぎてずっと入っとったけんやばいと思って、まだ冬本場じゃない、11月ぐらいにもうこたつしまいました。このままじゃ私は廃人になるって思って、笑顔と寝顔一応ダメにする布団になりたい。うう寝る前に3時間くらい携帯知らないと寝ない。ありゃ早い、ゆうちゃん。そう、早う。こたつ入りたい。こたつ大好き。早う。いるよ。早う。あんなに嘘です、ごめんなさい。こたつで寝る千穂ちゃんのエピソード思い出した。私もこたつで寝てましたよ。なんかそれが毎日だった。なんか朝配信とか予定入れた時は布団で寝たら布団って柔らかくて起きれないから、あえてソファーとか、あの布団の中じゃないわ、こたつの中とか、なんか寝にくい場所で寝たらさ起きるんですよ。クリームパンです。一段と可愛い。嘘、なんでだろう、前髪巻いてない。こたつなんか足引きずられそうで怖いんだけど。わかる、でも布団もそうじゃないかな。ありがとう。毛を使える、そうなんですか、こたつで寝た後。
発電して脱水症状になったから気をつけた方がいい。そう、一番下にしてます。もう切れるか切れないか手前ぐらいの暖かさにしてる。でそれあのね、あったかいかあったかくないかもうほぼわからんくらいのあったかさにこたつつけて、でこたつの中で自分にブランケットをかけて寝てました。でもあったかくて幸せなんです。いいな、こたつ入りたい。でも ブーさんありがとうございます。思い浮かぶなら何だろう、乗り換わるなら、でもひたすら可愛いって言われる動物か、ひたすらかっこいいって言われる動物かになりたい。うん、ずっと褒められる動物がいいですね。猫どうだろう、やだ空を飛びたいから鳥かな。確かに空も飛びたい。確かに迷う。あと食物連鎖で結構上位のカーストの動物がいい。守られてた犬とか猫とかだったら、あの野良じゃなかったらね。俺ちょっとだけ空飛べる。すごい。言われないよ。今はスライニーは何の動物なんだろう。ライオン、フォークス、そう、食べられたくないから。それどんどん取っちゃう。面白い。なおやさんありがとう。昨日ひたすら可愛い言ってたで、ね、俺がな。Thank you。 面白い。すごいこのコメントの連番。頭いいね。はーくんさんありがとうございます。浮いてないよ、大丈夫だよ。皆さんがさ、あのこたつに憧れるきっかけって何ですかじゃなくて、さ、自分はっていうかさ、みんながさ、こたつに憧れるきっかけはさ、絶対さ、
ちびまる子ちゃんだと思うんですけど、違う？はよ、ちほちゃんルームより5時間だ、ありがとう。だってちびまる子ちゃん冬ぐらいになったらいつもこたつ入っとるもん。神様らしいさが、ありがとう。こたつは憧れるよ。家にこたつがないから。私も なかったっていうか、ちっちゃい時に家にこたつあったんですけど、なんか布団が汚れちゃったのか何かわからないけど、結構ちっちゃい時に捨てられちゃってて。ホタテサマーさん、お守りありがとうございます。一番お守りありがとうございます。ありがとう、ホタテサマーさん、ありがとう。ありがとう。そう、ありがとう。ねえ、でこたつでもどうしても欲しかったんですよ。こたつにすごい憧れてて。ありがとう、ありがとう。タケトさん、一番盛りありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そう、でもね、ずっと欲しい欲しいって言ってたら、私が高校1年生かな、高校1年生のクリスマスに、クリスマス友達と遊んで、で友達とそのままで、お泊まりする、約束してて、私の家で友達と一緒に自分家に帰ったら、自分の部屋になんとこたつが置いてあったんですよ、サンタさんから。びっくりした。いや、サンタさんからこたつが来るのかって思って。で他にもなんかねくれたんですけど、そう、クリスマスパーティー、びっくりした。本当にすごいでしょ、ライバルよりいい人とね。ライバル、ありがとう。ずいぶん和風なサンタさん、確かに。確かに、ありがとう。こたつのプレゼントすごいですよね。なんかだから私の部屋にあったから、一人用こたつみたいな感じで、二人は入れるかな。でもそう、遅れてからね、本当に嬉しかったですね、サンタさんがくれたの。だからオーディションの時の、私が STN に入るオーディションの時、あ、高2かもしれない、高2のサンタさんかも、高2のサンタさん、高2の高2の時に来てくれたサンタさん。私が STU 入る時のショールーム審査でこたつのね、こたつに入って配信してたんですよ。だからなんかね、こたつをね、こたつをここまで上げたりしてる動画あるとかあると、5時間とかに、ありがとう。去年もね、こたつ入って配信してたからね、見えてたと思います。うん、サンタさん小2から来なくなった。小2から、そろそろ学校の準備するから、できる、頑張ってください。
あ、こう。そう。でもその自分がこたつに憧れた理由は、憧れたっていうか元から家にこたつがあったから、そのぬくもりを忘れられなかったんですけど、だって多分ね、そんなに欲しい欲しいって思うようになったのはあれだと思う、ちびまる子ちゃんだと思う。向けに向けたので朝シャワー、お守り投げたから仕事行く、ありがとうございます、頑張ってください。配信でこたつの線がどっか行ったみたいな大騒ぎしてた大騒ぎしてたかな、そうでも言ってた。DS 欲しいって書いたら自転車のヘルメットが来た。全然違う、小4のクリスマス。面白い。そう、こたつのコードなくなったんですけどね、なんかね、お父さんが掘り起こしてくれた。はよ、あったんです。結局福ちゃんルームより、ありがとうございます。シーさん、小2の時に来た最後のサンタさんは星を5着プレゼント。星になっちゃった。関東ありがとう。いえいえ、あれがいいよね。私は今ね、口笛コーナー終わった。イントラ団、口笛イントラ団終わりましたね。今月が欲しいですね。月のなんて言うんだっけ、月のなんか、なんて言うんだっけ、と、なんだっけ、土地、月の土地売買ありますよね。口笛コーナー、「月の土地をなんか買ったら、こう、あなたは月のここのここを持ってます」みたいなね、紙がもらえて、そう、あ、もうやってないのかな、ありがとう。いやいやいや、権利書、そうなのかもしれない、そんな感じ。月、私月持ってるよって言ったらめっちゃかっこよくないですか。あれ意味ない、そう、意味ないんですよね。そうそうそう、なんかそんな決めれるものじゃないっぽいけど、詐欺詐欺なの、詐欺なの、危な、騙されるとこだったじゃん。せー、いやでもいいと思う、夢を売るのはいいと思う。月持ってる、だって買ったのは事実だから、月持ってるよって言えるもん。うん、いいと思う。地持ってるだけで月持ってることになるなら、俺は地球を持ってる。確かに、私も地球持ってる。おぎゅうかさん持ってるんですか。いいな、ロマンスですね。火星とかもある、そうなんだ。
おもろい。知らね。なおやさん面白い。月夜に追いつきがち。朝から何を言うてんねん。俺買ってください。みんな朝から何を言ってるんですか。おいくらですか。起きた、おはよう。プレゼントで送られてきたらしい。いいね。すごい。家具屋を探す。うん。権利書。権利書。権利書2万円で買えますよ。おはよう。ありがとうございます。ゆうゆうさん。200円。1080円。税込み。税込み。200円安い。ガチ恋笑う。違うよ。だってみんな朝からさ、朝からそんなこと。面白い。すごい。いいと思う。楽しい。税込みは面白い。いいね。かわいい。みんなおはよう。これは火星かおっと。なんで？でも火星は人がいりそうだからさ、火星人が買ってもね、多分火星の人がもう持ってるからかぶっちゃう。おはよう。面白かった。あ、51分だ。住んでたかショック。うんだと思う。住んでると思う。火星買ったら一緒に住もうな。火星、地球が好きだから。ちょっと私月さん、そういうこと本気で言ってるのかわからないテンションだから怖い。そうそうそう、よく言われる。なあタイガーさん、1万お守りありがとうございます。ありがとうタイガーさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。普通のテンションでぶっ飛んだことは言う。そう、めっちゃよく言われるそれ。でも本気で言ってるだと思う。本気じゃなかったらヘラヘラしてるからね、いつも。ありがとう、ありがとう。うん、総選挙去年は台風やったが今年も台風来てる。あ、確かに波乱の年になりそう。そこが怖い。サイコパス。そんなことないよ。
サイコパスって何ですか。ありがとう。サイコブラ見つけ、おい。私は屋根がある、確かにね。無慈悲。わかんない。カウントあった、ありがとう。カウント、体調どう。全然大丈夫です。 STU 旋風、確かにね。去年は初めての総選挙だったんですけど、そう、すごかったね。ヘラムラ。ヘラムラ、ありがとう。カウント、頑張る。愛があれば時々体調自分は良くない。あら、出てるの知らなかった。あ、本当？だって3月19日に三次審査に合格してから、5月3日にお披露目で、で、はあ、ダムドさん1万お守りありがとうございます。ありがとう、ダムドさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そうで、6月の3日だったっけ、初ライブで岡山のミライホールさんで、でこの時期に6月に総選挙だから、全然そう時間ないままの総選挙だったから、そうなんですよ。ありがとう、ダムドさん。ダメ、瀬戸ちゃんやめて。うん、嬉しい。そうだから総選挙にいるっていう感覚がなくて、自分が出てるっていう感覚がもうほとんどなかったかもしれない。だってテレビとかで見てた方々と、テレビで見てた総選挙が生で見てたからびっくりでしたね。びっくりっていうか、はっってなってた。カウントまたありがとう。ダメよ、ポスターはもう。その頃は ST にハマるとは思ってもいなかった。みんなそんな感じですか。蓋を開けたらいい感じだったねえ。ありがとう。何ポスターって、何にもない、何にもない、本当に何にもない、あの何にもないから、もうもう。マジで見ないで、マジで見ないで。うん、ハマるつもりままになった。そっか。その頃はひたすら病んでた。なんで？もう。なんだなんだ。ハッキーさん。何にもない。私の、うん、何にもない。あと3分で7時、そうですね。ダメよもう。なんで言うの？ねえ。ねえ。メール待って、私持ってないんですよね、画像。
絶対あげるよ、誰かツイッターにあげるでしょ誰か。泣かないよ。ねえ、みんなが悪い今日。言うて花道も好き。本当？いやー、まあでもあの写真を知った上で私の配信に来てくれてるっていうことはね、優しい。ね。僕は見ないようにする。見ないで、本当に。でも私の過去が知りたかったらちょっとね。ありがとう。7時、あ、やばい、壇上読まなきゃ。それではちょっとごめんなさい。13位コウタンさん、12位キサラギカルさん、11位ソウさん、10位つくしさん、9位イスケマシンさん、8位クレシンディさん、7位心のオアシスさん、6位セリアさん、5位ヒデニャンさん、4位タイガーさん、3位タケトさん、2位ダムロさん、1位ホタテサマーさん、ありがとうございました。タイガーさん、タケトさん、ダムロさん、ホタテサマーさん、1万お守りありがとうございます。それではまたすぐやります。ありがとう、バイバイ。ちょっとあれ、ちょっと時間空けます。ごめんなさい。ちょっと時間空けます。また来てください。ありがとう。またね。ありがとうございます。ありがとう。